宝塚歌劇団での働き方やパワハラの有無が問題となる中、宝塚音楽学校で第112期生40人の合格発表がありました。合格発表はコロナ禍以降5年連続で校内の掲示板ではなくホームページ上となりました。合格者は早速手続きに訪れていました。本当に番号があったことが信じられなかったので、まだ実感があまり湧いてないです。パッションあふれるダンスでたくさんのお客様を笑顔いっぱいにできるような舞台人になりたいです。宝塚歌劇団をめぐっては去年9月に所属していた女性が死亡し、働き方やパワハラの有無が問題となる中での合格発表となりました。学校によりますと今年の受験者は480人で、倍率は12倍、確認できる限りで過去最低だったということです。入学式は来月19日に開かれる予定です。